ひなた、そわそわしすぎ。援助か？時間がない。でもお前らは穴だらけだ。ゲロ吐いてもボールは拾え！おーす！こいつはすでに吐いてるけどな。行くぞ！ナイスナイスチーム！よっしゃー！次、俺いいですか？ああ、ごめん。ふおー、ここが合宿所か！一日中むさ苦しい連中と顔つき合わせて。なんてかわいそうな。清水は家近いから、用事終わったら帰っちゃうよ。いただきます！はい。知らない人が。今日ここ使ってんのは、なんか子供見間違いですよね。そうそう。うわー、野安さんの身長が縮んだ。あんまり騒ぐな、大地に怒ら、俺だよ。ナイス日向、5本成功です。影山のやつ、早朝にも走ってるの見たぞ。それであのスタミナか。実力からいけば影山、菅原の強みが、けど菅原も今までやってきてるわけで。菅原くんが3年生だからというのがあるんでしょうか。俺は高校3年間でスタメンだったのは、けど仮にもコーチを引き受けた以上、真っ赤なジャージ。え？よそから来たの？バレーやんの？え？そのシューズ、バレーの。あ、コズメ。ケンマか。高校生？うん。何年？俺1年。バレー好き？別に。ああ、好きになったらもっと楽しいと思うけどな。いいよ。ちなみに俺はミドルブロッカー。へえ、俺も試合とか行くとよく言われる。特別運動得意とかじゃないし。おー、じゃあさ。強いと思うよ。ケンマ。お、クロ。またね。ひなた。うったく、探したぞ。すみません。ん、俺まだまだ力が足んなくて、俺コートに立ちたいです。俺は俺のやり方で戦う。ほら、昼飯遅れるぞ。控えセッターなんじゃないの？君らの言うヒョロヒョロのチビとは、え、俺たちネコマの。鵜飼さん、次へ進む切符が欲しいです。それを取ることができるのが、一緒のコートに立ちたいです。ワンプレーでも多く、影山が疲れた時、何でもいい。正セッターじゃなくても。名前聞いてすみません。菅原、俺はまだ指導者として未熟だが、お前らが勝ち進むために。いただきます！どっから来んの？頑張んないとね。ほら、ちゃんと山口に食わせろ。猫魔戦、スターティングオーダーはこれでいく。エースが戻ったから、よし勝てるぞってなるわけじゃない。朝日さん、菅さんはともかく、縁の下に申し訳ないとか思ってんじゃないですか。俺ずっとひたむきにやってきたわけじゃないです。レギュラー奪われるとしたら先に龍か。相当だこら。あの縁の下さん、ん、練習前の話。情けない話、練習についていけないやつが何人か出まして。でもまたバレーがしたくて戻ってきた時には、お前たちにも負けないように頑張りたいと思うよ。だから改めてよろしくな。ああ、できた。はい、クリーニングとか直し終わりました。そりゃお前、俺は主役だからな。主役全然知ってるし。
かげ山が一桁言うと思った。テレビで一回見たきりだもんな。あ、小さな巨人が全国出た時の番号じゃあ運命だ。たまたまだろ。妬むなよ影山くん。なんで俺が妬むんだよ。負けっぱなしで終わっている。おめえ返上してくれ。昔っからレシーブの強いチームだった。猫通だけあってとにかく我らが因縁の相手カラスノに女子マネージャーはいるか否か。うっかりもしかして美人のマネがいたりしたら。山本うるせえ。おい剣馬はどう思う。カラスノと試合ならてめえだけ練習量増やしてやろうか。すんません。おい日向。おい気張りすぎてまた吐くなよ。吐かねえよ。悔しいけど俺団体じゃきっと出してもらえない。なんで風呂に行くスピードまで競うの。バカじゃないの。ケンマ。ねねね、ネコマだったの。へいへいへい、うちの接待、うちの一年に何の用ですか。あとシティボーイとかやめろ、恥ずかしい。なんかすみません、恥ずかしいやついて。うちもすみません。女子マネージャー、やった女子マネージャーいた。労働枠中にたまたま会った。今日はよろしくお願いします。8年ぶりか。なんだよ、うかいその頭。うっせえ、直江。相変わらず、じじいそっくりの顔しやがって。すいません。冗談です、冗談。相手がうかいのじじいじゃなくとも、容赦しねえよ。しかも今日がこのメンツで初試合だ。ネコマという未知のチーム相手に、滞りなく流れろ。酸素を回せ。なんか恥ずかしい。いいじゃねえか、雰囲気雰囲気。久々だね、ゴミ捨て場の決戦。よろしくお願いします。今日は緊張してないな。ちょっとぐらい油断しろよこの野郎。みんなだから。すごいね、びっくりした。ナイスよ。お疲れ。あざす。向こうのリベロ。どうもどうも。西野谷君はすぐ交代するんですね。中でも一番とんでもねえのはセッターだ。あれはバケモン。それだけじゃ勝てやしないのさ。あの9番と10番はいわば。すごい、いい調子ですね。なんか気持ち悪いな。惜しかったぞ。あの7番日向についてきている。もしかして日向の動きの誘導。だからブロックを片方に寄せれば反対側に動く。でも最初クリアできそうにないゲームでも。また触った。どこ来る。誰にあげようかな。今の視点フェイント。他人が苦手で、でもうちの強さはそこがポイントじゃないけどな。昔から自分から友達とか作れた試しがない。黒だけ。スポーツは特に好きじゃないけど、またなんとなく続けた。少し前まで強かった学校だった。1年とか2年早く生まれただけで、どうしてあんなに威張るんだろう。お前は絶対にチームを強くする。ネコマのセッター君は何かすごいことをやってるのかもしれないけど、セッターの頭上に綺麗に返ってくるあのレシーブだ。セッターである影山が圧倒的才能でデコボコのチームをつなぐのがカラスノなら。ワンタッチ。ナイスカバー、ヤクさん。影山、次こそバシッと決めるからトスくれ。今相手のセットポイントだ。
何回も繰り返すうちに慣れるんだよ。おい、いちいちへこんでらんねえぞ。次のセット取り返す。はい。ああ、また第三ナイスカバーレフト。だが、日向が繊維を喪失してしまうようなら一回下げた方がいいかもな。高校でも月島の高さに全然勝てなくて、唯一で最強の攻撃、それがたった一人のブロッカーに止められた。おい、なんか違うんだ。向こうもギリギリでついてきてるの分かる。今まで打ち抜けるんじゃないかって思うんだ。当たり前だ。いつものズバッていうまっすぐな軌道のトスじゃなく、少しだけふわっとしたトスだ。さっき日向は空中でブロックを避けようとした。一回落ち着け。はい。すみません。たまには俺の方がかっこいい試合があったっていいんだ。点は俺たちが取り返す。 あんまやらかすと変えられちゃうかもだけど、点はエースが取り返してくれるらしいし。もうやめてあげて。ああ、また返すので精一杯。どうすればうまくいくんでしょうね。名前のまんまだけど、身長は170センチそこそこで、ブロックの高さにかなわないならその隙間を狙って打つ。鵜飼前監督ですか。ああ、じいさんが言ってたことをすげえよく覚えてる。もう一回。